させたな。諸君らの運命を占う戯曲、フェアウェルを継ぎ剥いでの完成校だ。刻み込め。ねえギムレット、この少女という子が私の新しい役？そうだ、もともとあった創造主、つまり私の持っていた性質を無垢なる少女に与えた。この台本の新たな鍵はお前だ。機械人形が旅に出るのは変わらない。以前はないためだが、今回はあるために歩むのだ。思い出を授けろ少女よ。それこそが美しい別れにつながる。その分俺は名ばかりの役者となったが、不在ゆえに強烈に存在するパラドックス。むしろこれでいい。しかしこの結末いいのか、ギムレット。重要なのは尊ぶべき別れであること、そしてこの劇団で描くべき最も美しいラストを見つけたのだ。何せもう私だけの作品ではない。我ら劇団フォルトゥーナの喝采のものだからな。さあ、神から授かった役割を演じるがいい。みんな、ケータリングの準備が整ったよ。休憩に入れる方からどうぞ。お、ありがとね。ちょうどいいや、もうセットが仕上がるから見てよ。おー、すっげー、あんたらにこんなセンスがあったとは。ひでえよ。タップの頼みだから張り切ったんだぜ。ま、仲間が集まれば最強ってことだよ。本当にありがとうございます。たくさん協力してくださって。水臭いな、もう仲間だろ。私たちも青春っぽいことできて楽しかったよ。そうだ、あのツンツンちゃんに言っといて、あんたの設計データめちゃくちゃ助かったってさ。ツンツンちゃんってシャカールのこと？何かあったの？あの子が細かい数字を全部出してくれてさ、おかげで迷わずに突き進めた。音楽もさ、いい感じのフリー素材送ってきてくれたんだよね。うちらカズはいてもバカばっかだろ。マジで助かったよ。粋なことするね、あいつも。うん、そうだね。本当に優しすぎるよ。あ、どうした、ファイン。財宝を手に入れたはいいが、でかすぎて持ち出せないみたいな顔して。そうだったら困っちゃうね。さあ、聖帝祭まであと少し。最後までよろしくお願いします。おお、なんか書いてある。お客様にお願い、どうか悪霊にさらわれぬよう思い思いの仮装をしてご来場ください。それでは劇場で。うわー、もうこんなにドキドキするね。 So pumped up。 あ、シャカールも準備できたってよ。さあ、公演はこの一度きり、複製も再生も不可能な我々の刹那を楽しもうではないか。 The curtain rises。 開演だ。ああ、今宵の私の舞台はここか。さあ、お集まりのお歴々。おや、おいおいおい、頼むぞ正面よ。私はここだ。君には透明馬娘でも見えているのか。やれやれ。ああ、それでいい。さあ、改めてお集まりのお歴々。今宵の私の舞台はここ、どこにでもあるちんけな村の酒場だ。
酔っ払い相手に語って聞かせるのは何とも楽しいもんさ。どれほど美しい詩の調べも耳から口へ流れ去る。綺麗さっぱり。失礼、話がそれた。それで君たちはなぜ変な格好をしているんだ。悪魔に、吸血鬼に、血まみれナース。なるほど、ハロウィンと来たか。しかし君、この村のハロウィンは少しばかり特殊でね。言い伝えを知らないのか。ハロウィンの夜、あの世とこの世がつながり、悪魔がやってくる。見つからぬよう隠れろ。見つかれば。どうだ、君の隣にいるのは本当にただの浮かれたお仲間かな。隣？見つけた。お前生きてるの。ようこそ魂。いやいや、会いたかったよ、心から。ああ、俺の凶をそぐのは誰だ。こりゃ失礼。いやね、一詩人として前々から興味があったんだ。永遠を生きるという悪魔殿はどんな物語を語るのか。まさか大悪魔殿に限って酔っ払いの武勇伝のごときものは語るまい。君の知る最も面白い話を教えてくれたら、魂なぞはお気に召すまま。詩人ってのはいつの時代も狂って呼ばれ。まあいい、ちょうど仕事に空いていたところだ。何がいいか。ああ、そうだ、あれはいつのことだったか。ある怪物の別れの物語を聞かせてやる。